浪川康幸執法記念館は、京都府京都市東山区にある博物館。明治期から大正期に活動した、日本の執法焼き作家、浪川康幸の作品を保管、研究、公開するとともに、作者ゆかりの建造物や庭園を保存し、持って工芸文化の向上に資することを目的としている。京都市東山区の北端近く 三条通りの一筋北に位置する波川康行の執法の作品と工房跡を公開している展示施設である。日本国外では執法といえば波川として東京の東川宗介とともにその名が認められてきた執法作家波川康行の邸宅券工房として建築された建物を改装し、康行の作品百三十点余りを所蔵。庭内には 食地こと七代目、小川寺平の柵になる庭園が残されている。同地にはもともと安幸の家があったが、家屋の新築と策定に取りかかるきっかけは、1889年、パリ万博で金賞受賞に代表される博覧会での受賞と、執法事業の校長だったという。1893年4月26日に上等し、 1894年11月15日に、落成披露。小屋束に打つつけられたて手らより、大工、西村米吉、手伝い、かわいのと判明する。ここで言う、手伝いとは、建築工事に関わる何でも屋で、その良し悪しが工事の出来を左右すると言われる、職方である。虫かご窓、駒寄せ。 一文字瓦原を伝える店と、母屋の二つの胸を玄関で繋いだ京町家の表屋作りで、母屋、工房、釜場が国の登録有形文化財に登録されている。工場は当時二胸あり、現存する北東側の工場の他に、現在は記念館の外になる池を挟んだ母屋の南東側にもう一胸あった。しかし、こちらは1995年に取り壊されており、 現存せず、北東側の工房は、開館に伴い、第二展示室に改装された。室内の衣装には、少年院や修学院離宮などの写しがあり、国のみや朝彦新道に仕えた、並川安行の趣向が伺える。日本国外からの訪問客も多いことから、内包を六尺とし、縁側には輸入品のガラスをはめたガラス障子を取り入れるなど、明るく開放的な室内をしている。 安幸自身は、戦術のパリ万博にちなんで、パリにはと呼んでいたという庭園。手がけた七代目、小川治平は、安幸とは、隣同士で親しく、その関係で施行を行った。30代半ばの食地にとって、維新後の動乱の煽りで、庭作りの仕事が振るわない中受けた並川邸の、策庭は、天気となる重要な仕事だった。食地の策庭園の特徴は、 1890年に完成するビワコ疎水から得られた豊富な水を用いた躍動的なデザインだが、その方がおこの庭園に見ることができる。波川邸の庭園は、尻尾の研磨用に疎水から水を引き、その余水が池に注いでいる。この池を中心とする庭園は、地主の安幸の遺構を組み、軽石や道路、蝶図鉢など石をふんだんに用いた造りになっている。 池の中には、安雪が好きだった鯉が放たれている。策定当初から歩きは少ないが、庭園のように位置する赤松は、当時からあり、庭園内側中央に赤松を配するのは、食地のやり方である。第二展示室の木下の犬走りには、約50個の古瓦がはめ込まれており、これとは別に庭内には13個の古瓦が、使われている。京都市指定名称に指定。 繊細で優美な尻尾は手間がかかる上、明治期の工芸品は主に外貨を稼ぐために海外へと流れたため、国内に残る作品の数は多くはない。本館では143点を所蔵している。波川の尻尾は金属の腹に文様の輪郭線として細く薄い金や銀の金属線をテープ状にして貼り付け、その線と線の間に釉薬を刺して焼成、調整。 研磨を繰り返す、優先失法の技法が用いられており、作品の一つ一つが小さいのが特徴。描かれた衣装も、花鳥風月から名所図まで実に様々。まるで絵筆で描かれたかのように繊細な絵付けが、施されている。冬季念館のある岡崎地域は、岡崎公園、平安神宮、京都市美術館、京都国立近代美術館、京都府立図書館。 京都会館など文化芸術の拠点である。ありがとうございます。